私が企業就活支援講座を利用したのは大学3回生の秋が初めです。初めは企業に興味が出たものの何をしていいかわからない状態でした。その状態でキャリア、センターに足を運んだところ、企業就活支援講座というものがあるということを教えていただきました。最初の企業就活支援講座では、就活の全体の流れであったり今何をすべきかなどを教えていただき、自分がすべきことが明確になってうまいこと、就活を進めることができたと感じています。陸上競技では、ある記録を目標にして、その記録を達成するためには何が必要なのかということを常に考えて取り組んできました。就職活動でも同じように目標に対して今自分は何が必要なのかということを考えて取り組んだことが良、かったと感じています。私の就活の反省点は業界研究などを早くに始めれなかったことです。大学1回生2回生のうちから始めることができれば、もし就職活動でいろんな業界を知りたい、もっと知りたいとなっても、先に調べてあるので、よりスムーズに就職活動を進めることができると思います。就活で悩んでるみんな、未来は自分次第。